はい、どうも、ナトだよ。今回は俺の中への隠れ強武器必戦を使ってやっていきたいと思います。必戦ね、アップデート前から俺結構強いなって思ってたんだけど、今回のジェッパ強化でいよいよ本当に強武器になったと思うんだよね。ただね、使ってる人いないね、全然。まあ、必戦ヒューの方がまだ使ってる人多くて、まあ、炭酸ボム、やっぱ固形爆発のボムがあるからかな。必戦マジで強いんだよ。これは、バレてそうでバレてないんで。いやでも、とりあえず、カムバックステゲンで前線張りながらも、その、前線張りながらも、まあ、デスしても、ジェッパ吐けるみたいなギアが結構強そうかな。うわ、青強い味方が。いや、これは、さすがに間に合わないか。そして受け身を採用。これはね、一緒に刃も突破しよう。刃も突破して、ことかさ、俺思うんだけど、ここら辺のポイズンとか結構強いと思うんだよね。でそしたらこれポイズンで動き鈍らせて一戦でぶっ倒して、キルタイムも早いっていうね。どこにいる？うわ、これひたすらリッターが怖いんだよね。いや、これ俺死なないから。よし。これ、あ！見ないで。こっち、こっち見ないで。お願い。歯抜かれるわ。どうやっても抜かれる。リッター強いな。ヒラメのリッター、なんか弱そうで強いよな。いや、これ、いや、俺、これバレてるけど。いや、バレてるけど大丈夫なの？生き身なんです。そう、死ぬ。うわー、やられるか。ガンガン行こう、ガンガン。オッケーオッケーオッケー。もうガンガン行こう。こういう時のためのカムバックステージだから。復活短縮積んでないから、ちょっとそこは怖いけど。結構ガンガン強気に行っていいんじゃないかな。オッケー。リッター倒したでかい。こいつ。あや。オッケー。でかい。いや、ガンガン前つぶ、いや、強くない？もうね、雑に振って当たるからさ、もうなんか、キル取んの簡単なんだよな。その射程の短さだけどうにかできれば。うわ、北斎強っ。ただ関門突破した。もうこれ合流しちゃえ。勝った。これ勝ったか。まだナイス。ただこれは、ごめん、なんか、お、なんかいる。何お前。何、なんかいいんだけど。待って、いじめが始まってます。マジでいじめが始まってた。一戦リスキルやばいな。いや、ジェッパーも結構リスキル性能高いからな。あー、これグレートバイに飛べきゃったか。おー、強い、勝った。何それ、わかる、強くない。いや、必須やばいよ、俺。結構ステージによってはさ、だいぶ強いと思うけどね、この武器。うん、ジェッパーの強化で結構なんか、本当に、知られてないだけで結構強いんじゃないかって思ってる。うん。はい、ってことで、もう一試合やっていきましょう。はい、マッチングいたしました。草屋温泉のガチヤグラ。編成は、スプラローラ、クーゲルじゃない、クワッドバレルということでやっていきました。いや、ここはちょっと必須むずい気がするな。平面だから、草屋の矢倉マジ難しいんだよな、単射程。特に防衛。あ、もうこれ、いきなり射程。うわ、待って、強い。待って、うわ、無理。そこのリッター無理、本当に。中央、一人だけ俺降りても、なんか悲しいことになるだけだな、話。で、ちょっと味方の、が前線上がるまで待ってもよかったな。ちょっとなんかいる。オッケー。実は必戦の豆知識なんだけど、ローラー一服かぶりするより、必戦に二振りする時間の方が早いです。は？なんか降ってきたんだけど、マジで。今、ジャンプマーク無視してリッター倒しに行こうとしたのに。いや、これは、受け身を信じます、それ。受け身を信じろ！よし。でかいよ、これ、正直で。結構やられないんだよね、スペダルじゃなくても。でけー。
点差長いな。結構デッパーね、デッパーはイカロールです。デッパーね、マジイカロールで、やれか。打ったタイミング、オッケー、オッケー。いや、リッター倒しはでかいよ、これ。相手のリッターペナップでしょ、うん、これもう倒し毒。やっぱこう、ああいうのはやっぱリッターから倒しに行くの大事やん。なんか出なかった。いや、これ倒すの、オッケー、強い。いや、この試合、攻めやばいな。攻めの爆発力すごいわ、必須。いや、これ、いや、動画にしたくねえ、これ。流行る。流行ってほしくない。正直、スペアローラー持ってたら、必須は結構きついか。はい、マッチングいたしました。スメーシーワールドのガチポコバトルと、編成はジムローラークゲ必須ということ。はい、いや、マジでジェッパー持ち武器増えたな。この試合だけで3マイル。アップデ前はマジで考えられなかったけどね。頑張るか。ホホはもっと強そうだけどね。ポイズンジェッパー。ポイズンがね、マジで強いんやな。待って、ラピが強い。ここのポイズン結構強いからな。待って、いろいろやばい。いや、マジでそれは強すぎる。相手の連携力がやばかったね、今。いや、これは止めれることを信じてそのまま行こう。でも受けがあるからもっと積極的に飛んでよかったかな。ちょっと変に打っといて、ジェッパーも試すね。どうする、これ。いやー、これちょっと相手 NSR しゆっくりでいいか。どうしましょうね。えぐいな。いや、ジェッパー吐くタイムな。やれなかったでござる。倒せっか。オッケー、よし。洗濯機はね、切るタイミングが遅いから、先に一発とか当てて、こっちノーダメだったらマジで強気に行って勝てる。よし、スクソロの攻略法です。ラピジェットパック持ってて、ジェットパック持ってるって、かつ相手のジェットパックに強いという恐ろしい性能してるからね。どうしようかな。待てー、よし、あえて前、うまい、オッケー。ジェッパと必須がマジで強い。これカバーの、うわっ、危ねえ。ギリあっち持ってった。今頑張った、インク管理。一応人状態でも少しずつインク回復するから、インク切れた時は足元インク取られても落ち着いてインク回復するのマジで。これちょっと一旦引こう。もうちょっと進めたいけど、まあ無理する必要もないか。これ味方、今ちょ、いや、俺待って、今直撃当たったよ俺。でも今マジで俺直撃当たったね今。相手さんにちょっと申し訳ないぐらいには。ナイス、よし、行こう。どこどこ、オッケー、はい。気持ちいい。マジ当たってない、オッケー。マジで必殺強いんだけど。マジでポイズンがちゃんと強い。
かんないか。やめなさい。うわ、無理か。まあでも3はだいぶでかい。それ見ててみんな、右上のスペシャルゲージ。あ、でも結構減るな。水源サブ2個積んだらこんだけ減らないよって言おうとしたけど、いやでもカムバック積んでたらさ、マジで、ね、スペゲーサブ2個積むだけで本当にレスしても全然減らないんだよ。減らないっていうかスペシャル吐けるんだよ。このゲームマジでおすすめ。俺結構どの前線武器でもよく使うけど、サブゲースペゲーサブ2にカムバックマジで強い。前線武器はこれいい？当てます。これここ、ここ、あ、ここ、あ、ここ、あ、全然当たんねえわ。ここ、あ、全然当たんねえ。あ、すいません。何も当たらん。これは相手。でかすぎないそれ。で、これは吐かせて、味方が、下から行ってる。あー、まずいか。これ、ちょっと俺位置バレてそう。顔出せ、早く。いた。オッケー。で、これ、ポイズ置いて、取れない。ナイス。はい、ということで、今回は、隠れ強武器、必戦を使いました。まあ、ジッパー強化でね、もう本当に、え、てか、マジで強いと思う。俺、結構、ステージルールでは、結構、高パワー出してくる人、出てくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、もしよかったら、チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。中井さん。